吉田さん、すごい時代でで、でですすすよよね確かかに自販機でなんんスマホで買うっってやってやみたんですよもうすごい便利だなと思いましたけどもそもそもね試しにやったことはやったんですけども多分生涯自販機で買うことってないですねだって高いんだもんそれだったらとにかくどっかに行く時にはペットボトル1本冷蔵庫から取り出してね持っていった方がいいし ペットボトルをスーパーとかね、ドラッグストアで買うとなんか半額ぐらいじゃないですか69円とかね48円とかそれを150円出して買おうって発想には私ならないんでだからそういうところはケチですね私は相変わらず出かける時はとにかく車の中とか自分のポケットにペットボトル1本から2本ね必ず忍ばしていって出先で自販機で物を買うことはないですよねだからそういういことをするから、 ファミレスとか行ってドリンクバーって遠慮なく頼めるんですよ。ドリンクバーってだって180円とか250円するんですよ。でもドリンクバーで頼むジュースって1回か2回ぐらいしか飲まないんですよ。ガブガブ飲まないですから。でも一応利用させてもらっているそういったね飲食店に感謝の気持ちでドリンクバーは必ずつけることにしてるんですよね。まあ、だから自販機便利なのはいいんですけども、私は使うことがないかなと思うんですよ。うん。吉田さんはね、もしかしたら R34 で出かけた先で、 コーヒー飲むことがあるのかなと思いますけども、私はそのぐらいケチケチで、出先で自販機は絶対買わないみたいなことになってますね。もう喉がかからでも買わないですね。はい。で、あと一つね、PayPay ペペの運用なんですけども、あの、私はね、もう早めにこれ気づいてやめたんですけども、PayPay ペペの運用で待ってるだけでお金が増えるってい、まあ、確かにそうなんですよ。確かにそうなんですけども、溜まった PayPay ペペをすぐ使った方が、PayPay ペペバックがすぐされるんで、ものすごい得なんですよ。だって平均で PayPay ペペで使い続けていくとね、 20%ぐらいずつ使うたんびに利回りが出てるような計算になるわけなんですよ。もちろん、ペイペイ債とかっていうのを使ったりとか、ペイペイの実績とかを生んでね、あのー、今だったら38%バックをマックスに設定する必要あるんですけども、もう完全にペイペイから逃れられなくなってますよね、私の場合は。で、一番利回りが悪いのがペイペイの運用なんですよ。それこそね、チャレンジコースでももうね、私の割には全然合わないんで、とにかくペイペイが溜まったらすぐ使うようにしてます。そうすると、 やっぱりね数週間後にペイペイのバッグが来るじゃないですかそのバッグの割合がでかいんですよだからとてもじゃないけどもペイペイ運用で間に合うようなバッグ率じゃないので私の場合使った方がいいですねしかもそのぐらい外食使ったり何か物を買ったりとかね通販したりとかで買う機会ペイペイで買う機会がむちゃくちゃ多いんですよだからね大体100万円ぐらいペイペイで使ってますんでね毎月毎月そしたらやっぱり25万ぐらい戻ってくる計算になるんですよ毎月ですよこれ なんだこれやと思いますよね。うん。さすがに買うものがなくなったらストップするんでしょうけども、でも今のところね、無理せずに買うものっていうのが次から次へ出てくるんですよ。先日はあのカメラ買いましたからね、あのウェブカメラ。これ2万2000円か3000円ぐらいしたんですけどねえ。それから、あの、なんかね、細々としたものも、もう、例が、キリがないんですけどね。買いますよね。で、お歳暮とかもこれから始まるんで、 お歳暮とかもね私ねペイペイで買ってそのままヤフーショッピングで送ってもらうんでまさにペイペイ祭りですよ一年中すごいなぁと思いますうんということでね私は今ワンクリックしない確かにそうですね待ってるだけというね待ってるだけでどん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 お金入るようになっちゃったんですごい楽させてもらってるなぁというところありますね、うん、だからね あのお金を軽んじてるわけじゃないんですよ、それでも。それでも、お金に誰よりもシビアです。だからこそ、少しでも有利な方向に進んでますし、あの、前お話したかな。今一番儲かるのがね、ポイントサイトのモッピーで、なんか8万1000儲かるやつがあるんですよ。それについてはまた次回お話しましょうね。8万1000ですよ。モッピーで。すごいでしょ、これ。うん。そんなんがゴロゴロ出てくるんですよ。つまりは、自己アフィレートとかポイントサイトっていうのは私は未だにやってるんですよね。 未だにやってるってことは、未だに儲かる、利回りがいいってことなんですよ。これに比べるとね、申し訳ないけども、転売を一生懸命やったりとかね、アフィリエイトサイトいっぱい構築することっていうのは、相対的に利の悪いことだと言わざるを得ないかな。つまり今の時代、ビジネスをして儲けるってのも非常に大事なんですけども、ビジネスしなくても、ちゃんと儲かる手段があるってことなんですよ。もちろん、その儲かるっていう方法は、資産が増えていくってことじゃなくて、減り方がものすごくゆっくりになるってことなんですよ。 100使ったら20返ってくるようなサービスがもしあったらね100使ったら20にはなるけども0にはならないわけじゃないですか今まで100使ったら終わりですからねレシートが来るだけですからね時代は変わったなと思いますよねいってらっしゃい